はい、こんにちは。今日のタイトルは、政治家はできない公約を掲げてはいけない。国会議員は自然共生党、谷本誠一議員の動画を見るべき、小池百合子のゼロ政策、成果もゼロかマイナスというタイトルでお話ししたいと思っています。まず最初にですね、谷本誠一議員が2年前に挙げられていた、えー、できない公約は政治家は言っちゃいけないという動画、それから小池百合子さんのゼロ政策の、えー 状況それと、まあ、最後に報道自由度のランキング日本が71位というふうに去年、えー、評価されたっていう内容についてお話ししたいと思ってますで1つ目のこの谷本誠一議員の動画なんですけれども えー、呉市長選挙が2017年にあった時に、立候補した4人全員が、秋名田大橋早期無料化っていうことをマニフェストに掲げたらしいんですね。でも結局は、その秋灘大橋っていうのは無料化されなかったっていうことで、まあ、これは最初からできないことだと谷本誠一議員はおっしゃっていたと。なのに、このできないことを4人の立候補がみんな同じように言いましたということです。これは県が作ったのに、えー、市長が 勝手に無料にするということはできないと。しかも30年間たかけてお金を返していくっていうルールが決まってるから、それを勝手に変えようとすると、県もしくは市の税金でやるしかないと。だけど、その秋灘大橋っていうのを使う人は、そこに渡る 4, 4つの島の方々だけっていうのが基本なので、その一部の人のためだけに、えー、県とか市の税金を使えませんよと。 これは税金の原則の一つの受益者負担原則というのがあって、それに基づいて、みんなが使わないところに一気に税金かけることはできないということになるだろうと分かっていたと。なのに、現職の市長も含めて2017年の選挙でみんなできないのに無償化ということをマニフェストに掲げたと。ほとんどの政治家はこういうふうにできないことをできると言って立候補するということなんですね。で、その典型が小池由里子なんですけども、彼女は えー、7つの0、0っていう政策を挙げていたと。待機児童ゼロ残業ゼロ満員電車ゼロペット殺処分0、介護離職0、都道府、あ、えっと、電柱ゼロですね。で、玉格差ゼロっていうのをやっていたと。で、これ2020年の、えっと、 選挙の前に赤旗とかいろんな人たちが審査した結果、ほとんど未達成、未達成、未達成三角とかなんですけど、えー、犬猫の殺処分ゼロだけは達成したと。ただ赤旗の方では未達、えー、と三角になっていて、病気や怪我などが理由の処分数を除いてゼロっていうことをしてるんですね。だからこれ20年の評価なんでそこからまたあの2年経ってるから、えー そっから進んでるかどうかっていうか進んでるわけないですよね、小池さんのことなんで。でも僕らというか、小池さん自身も、死自体もですよ、この進捗をもっとちゃんと公開しないといけないと。それからその他の公約、築地は守る、これ豊洲移転で築地市場の閉鎖解体ということで、散々引っ張ったけど、結局変わらなかったと。都民が決める、都民と進める、えー、いうことを言っていたけど、都立、校舎、病院の えー、独立強制法人化反対などの声を無視と情報公開は一丁目一番地って言っていたけど情報公開は真っ黒ですということで結局彼女は何もやっていないということが言われているとこれ面白いのがあの後藤輝樹さんっていう政治活動をされていた若い方が小池百合子への表彰状という動画を作っていてこれも数年前なんですがそこで言っている内容で、えー、と都庁で働いている人間が過去のあの 都知事を評価しているのがあって、石原慎太郎71点、松尾洋一63点、小池由里子46点ということで、断突悪かったと。決断が遅い、情報公開次第、えー。トミーファーストと言いながら由里子ファーストですっていうふうにその、えっ、ー、と、後藤さんの動画では言っていますと。で、今彼女の,のサイトを見に行くとですね、いっぱい成果がありますとか書いてるんですけど、 結局やったのはこの犬猫の殺処分を減らしただけっていうですね。でもそれ実際見に行くとですね、2015年猫が193頭、犬が10頭だったらしいんですよ。それをゼロにしましたということで、たった200頭の命を救ったっていう、それだけが彼女の成果なんですよね、基本的には。で、今、あの、見に行くと、えっと、この第2波への備えっていうのが今頃書かれてるんですね、彼女のサイトには。 えー、都民の命と健康を守る新型コロナウイルス感染症対策っていうのが、えー、書かれていて、東京版 CDC、えー、疾病対策予防センターの創設、余計なお世話です。PCR ほか各種検査体制の強化、今更また PCR って言って、いうことをサイトに置いていると。重症、軽症患者の医療体制整備、まあ勝手にしてくださいと。病院医療従事者へのサポート強化、救急搬送体制の強化、マスク消毒液などの衛生資材の備蓄、 えー、ワクチン、治療薬の開発支援強化、余計なお世話ですと。そういうことばっかり書いていると。で、おかしいのがですね、この政策っていうところが、100個ぐらい、ちょっともう感情すんのもバカバカしいんで、感情してないんですが、政策が、ブワーっと100個、100個超えてるかもしれないぐらい並べられていてですね、SDGs って書いて,いて、彼女は、 何優先度をつけてやるかっていうことがわからないんですよ。あれもこれも全部書くんですよ。で、結局全部できずにやることは、えー、ディープステートとかそういうとこに言われたことだけをやっているということで、まあ、ああの、僕から言わせれば、まあ、こう、都民ファーストっていうか、都民の人権を奪って、自粛警察をまあ推進して、小池時代は、えー、暗黒都政だったと。暴君小池の暗黒都政と僕は思っていますと。あの、 もう新宿に通ってる時とか嫌だったのが。 あの、自粛してください、自粛してくださいって、都庁の人間かなんかがこう回ってきてるんですけど、自分たちは漏れて回ってきてるんですよ。密になるなとか言いながら、自分たちが、あの、こう、集団になってウロチョロウロチョロしててです、ね。そんなこと言う、自分たちが自粛しろよ自分がリモートしろよっていうふうに思いましたっていうことですね。で、このなんか、犬猫の殺処分を減らしたっていうのも、彼女が頑張ったんじゃなくて、川島直美さんとかなか、市民が活動して頑張ったんじゃないかなっていうふうに僕は思っていますっていうことですね。で、まあ、いずれにしても、 対して彼女が何かしてから東京とか住みやすくなったかってそんなこともなくてですね。あの、太陽光発電のパネルを家建てるんだったら上に建てろとか強権的なことを言ってると。とそんなもん私有財産の権利の侵害ですよね。まあそういうふうな彼女に対して選挙で票を入れてる奴らはおかしいんじゃないかっていうことで、小池に票を入れた人はですね、猛省してほしいと僕も思います。後藤テレギスさんの動画では、えー、そんなことをしてる人はもう薬物障害な小池さんに、 投票すで、こういうことでですね、まあ、それもこれも、こう、正しい報道がなされないから、テレビ見てる人は、ま間違ったことを事実と信じてしまって、えー、コロナは怖くないのに怖いと思って、怖いワクチンを自ら望んでしまうと、ロックステップシナリオに書かれているように、ワクチンが欲しい欲しいって言われる計画に沿って、欲しいって言ってしまいましたっていうことですね。それで、 このに、えー、報道自由度ランキングっていうのが毎年発表されているらしいんです。国境なき記者団っていうところが発表していると。で、えー 22年5月16日の発表では71位でしたってことなんですよ。まあ、60位とか70位とかを行ったり来たりしていると。ただですね、民主党が政権交代をしたときに、畑山内閣時代のランキングは北欧諸国と肩を並べて11位に上がったことがあったと。外務省の外交機密文書の公開や政府省庁の透明化の推進、記者クラブの自由化、えー、放送電波の自由化とメディア政策が積極的に動き出した時期でもあったが、民主党政権崩壊で消滅したと。まだ、 これらの民主党の政策に対する国民世論の支持が希薄だった点も見逃すことができないということで、メディア自身もまあこれに協力しなかったということだと思うんですが、自民党が政権を奪取してから再び報道の自由度ランキングは下落に転じたと言ってますが、野田政権時代の時も,もう順位は落ちてたんですよ。だからもう鳩山政権ぐらいの一時だけだったんですよね。で民主党時代は悪夢だったと。 自民党はよく言うが、報道の自由に関しては悪魔どころかバラ色だったと。まず報道の自由から全てが始まると僕も思いますと。えー、正しい情報が流されずにですね、世論が正しく形成されるわけはないと。大体あの、四十何パーセント岸田内閣支持率あると。そんなあの内閣支持率調査なんて僕一回も受けたことないんですけど、四十何パーセントもあるわけないじゃないですか。だって、なあのー、八割方の人は政治に興味な持ってないんで、支持する、支持しないという意見がない。 むしろ言えばわからないっていうのが8割で、支持するが数パーセントで、支持しないがそれ以外だと僕は思うんですね。だからまあ報道はこの内閣支持率っていうこと自,自体がプロパガンダでしかないというふうに僕は思います。ということで、今日はこの谷本政治議員の動画と、えー、後藤輝樹さんの小池百合子への悪い意味での表彰状、この2つの動画をぜひ見ていただきたいと思っております。はい。ありがとうございます。